ガッキーさん、平本蓮は今後 MMA でどうなると思いますか？またいつも噛みつかれてますが、嫌いですか？好きも嫌いもないけど、なんかニュースが、やっぱり、なんだろう、不完全な形で書かれちゃうから、なんか、平本くんも俺を好きな人に嫌われちゃうし、俺も平本くんを好きな人に嫌われちゃうしで、絡んでもなんか得することがないなって思っちゃってるんですよね。だからなんかもったいないなと思って、なんか、この、なんかプラスにならないループを、なんか変わんないかなと思ってますけど。平本くんどうなんでしょうね、MMA で。もう練習すごいしてるだろうから、そのうち強くなるんじゃないですか？ね。どこまで強くなるかわかんないじゃないですか。なんか、適性が、もしかしたらすごいキックボクシングの適性はとんでもないかもしれないけど、MMA だとなかなか難しいっていう人もいるし、でも適用できちゃう人もいるだろうし、それはもう今後彼の可能性はまだ未知だから、誰も測れないんじゃないですか？彼がどんな人に指示して、どんな技術を身につけて、だからまずグラウンドとかで絶対にやられないっていう基本的な技術とかがしっかりとしてきて、立って勝負できるようになったら、彼のもともと持ってる打撃とかすごい技術だから、生きるだろうし。で、タックルとかもね、気にしせず、切れるような技術がついて、気にせず戦えるようになったら、やっぱり、そこそこ、強いだろうな、とは想像つきますよね。でも、俺、キックボクシングでは、あの選手が好きなんだよな。なんだっけ。忘れちゃった。冷酷な人。あの人。ノイリ君。ノイリ君はすごいなーって思うなー。ノイリ君、フィジカルの能力もすごく高い選手だし。いいなー。なんか、ああやってこう、なんか、そのルールの中での技術っていうのをこう無双状態に磨き上げてる人っていうのはやっぱりなんだろう、自分がそういうことしないからやっぱ多少憧れがあるんですよね。一個のことをすごい磨きまくってる人ってやっぱりずっと俺は憧れがあるんで、いいなって思いながらも、でも自分の人生はそういう風にしたくないから、一個だと、まあ俺の性格もあって飽きちゃうっていうのもあって、やっぱりたくさんのことをやりながら楽しく生きたいっていう思いがあるから、陸上をやった時もやっぱり100メーター始めたけど、一個だけやるっていうそのスピードの遅さ？やっぱり人間の体とか技術ってさ、やっぱ一個のものとかだとすごい、なんつったらいいんだろうな。速度が遅いから、他のものもいっぱいやって能力を身につけたくなっちゃって、まあ、集中しないでこう横幅を広げるのが俺のなんか習慣なんだけど、まあでもそういう人生がいいなって俺は思ってるので、こんな感じの人生になってますけど、そうだね。だから本当に100メーターだけやってる桐生とか見ても、ああ、羨ましいなと思ったりするし、野球のピッチャーなんかそれこそすごい羨ましいなって思ったりするし、バスケすごい上手い選手とかも、なんて楽しそうにバスケできるんだろうなって思ってかっこいいなとも思うし、ダンサーの人とかも、うわ、あんなにダンスをもう10年とか20年磨いたらあんな動きになるんだとかもすごいなと思うし、でもまあ、見せてもらってるから、人間が本気になったらああ、なれるんだっていう、で、自分も一つね、まあ、十種競技は、本気になってやろうと思って日本一取ろうと思って日本一取れたから、他のことやっても本気出しゃなんかそういうところにたどり着ける、方法を知ってるんだっていうことで、そこをあえて目指さずに、世の中で地球上でいろんなところで楽しめる能力を
磨こうっていうふうに決めてます。話逸れちゃったけどね。まあ、平本くん、だから次の試合とかすごい、本人も自分の、ね、なんだろう、能力が、前は負けちゃったけど、そこからやっぱり足りないものをめちゃくちゃ磨いてるだろうし、自分の武器をそのルールの中で活かすためにはどうしたらいいかすごい考えて、多分、まあ、クレバーにその戦術は磨いてるだろうから、伸び率はすごい早いと思うんですよね。次の試合とかすごい楽しみだし、あんだけバトってんだったら、ミクル君とかとやってほしいしね。うん。なんか、いろいろ、いろんな試合が楽しみになっていくんじゃないですか。これからファンの人たちは楽しく見れるんじゃないですかね。テリーテリー。